はい、えー、今回ですね、6072地盤ネットのですね、チャート解説をしたいと思います。この銘柄は4月の15日ですね、えー、場が始まるちょっと前、8時57分の段階で、地、え、盤、ー、ネットマークというふうにこう書いてますね、で、実際、この陰線でね、下げたこの日ですけども、これ、より前ですね、夜直前にマークと書いてありますので、この時の気配値を見て、ですね、ギャップアップしそうな、ね、気配値にこうなってたと思われますね。 そうすると、これ、三角持ち合いをこれブレイクしてきている形になります。で、3月29日の高値から調整して切り返してきている動きになったら、今度、カップイズハンドルのイメージになりますね。で、まあ、この日はインセンで、ね、調整してしまったわけですけども、まあ、その後5日線サポートから再び抜いてきてますね。で、抜いてきたところは、この3月29日の,この高値を抜けてきています。で、その後横ばいですけれども、これ、三角持ち合いの動きというのがね、分かると思います。 でそこを抜けてきたわけけですね。で抜けて,て、き、え、て、ー、水、木ですね、えー、4月の24、25、まあ、これがちょっとローソク足がちっちゃくて、こっち十字線みたいですけれども、これ、ハヌマンがですね、4月26日のこ寄り付き、9時7分の寄った後ですね。え地、ー、盤ネット、星2つから、これ上離れの2つ星のような動きになりますね。まあ、これが、 25日がですね、もうちょっとローソク足が、要線がね、えー、ではっきりしていれば、これ、上離れの並びの赤と見ても、ね、いいかと思いますけども、上離れの2つ星にしろ、並びの赤にしろですね、抜けてきたわけですから、抜けてきたところでこ、ストップ高まで上げてきてますんで、これ、買いのサインになりますよね。 で動きの形として、この三角持ち合いのような動きですね、三角持ち合いのような動きから、上離れの2つ星とか、並びの赤とかなるケースは、ですね、翌日、ギャップアップで、ね、スタートした場合は、ね、強い動きをするやつが、ねまあ、多いですので、ぜひこのチャートの形ですね、結果的には、これ、カップイズハンドルになりますね。 で三角持ち合いですね。三角持ち合いから上離れの2つ星とか並びの赤とかですね。なって、その翌日さらに上から始まるようだったらですね、強い動きをするやつはね、非常に形として多いですので、ぜひね、覚えていただくとね、役に立つかと思います。では以上で、ですね、地盤ネットのチャート解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。